もうだから小学校の時からもあの作文は書けない、感想文は書けない、作文も感想文も全部隣の賢い女の子 のカンニングあの見て、私って書いてるとこを僕に書き換えたりとか、いろいろ彼女が書いてることを言い換えてこうなんか乗り切ったっていうか、だからそれはもう本当いい年してもそうですよね。こう中学に入って高校に入ってもずっと本当本も読めなかったし、もちろん会話もできなかったし、まあ、そういうのを繰り返してきた。だからそうですね、ちょっと言葉に対してはまあ、未だにこうすごい不自由してて、